はい、皆さんこんにちは。サンクチュアリ出版の山城慎吾です。山ということで、今日も始まりました。奇抜な人の頭の中覗き放題、サンクチュアリ出版の YouTube チャンネルでございます。今日も素敵な方にお越しいただいております。ですね、今日はですね、本来の自分の姿が見えるっていうワークもちょっとしていただけるということですので、最後までご覧ください。ということで、今日のゲストはお名前メソッド創始者ということで、星名ミリーさんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。いやー、もうなんかお城みたいなところで、はい、今日はお城からお届けしようと思ってます。ドイツ？あ、今日はロンドンから。あ、なるほど、ロンドンからということで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。ね、もう我が社でも何回かイベントやっていただいて、貴重な、ね、はい、お世話になりました。ありがとうございました。ということで、早速ちょっと今日は初めましての方もいらっしゃると思いますので、はい、どういうご活動されてますかっていうところからお願いします。はい、星名ミリーはですね、はい、お名前を使って、まあ、引き寄せ回遊をしちゃおうということで、うん、当たり前にあるお名前、いつもね見たり聞いたりしてるお名前から、そんなことができるのっていうことで、お名前を書く、呼ぶ、見るというこの3ステップだけで、自分自身が分かるとともに、自分だけの、ね、引き寄せの方程式なんかも分かっちゃう、そういう、ワークをしております、うん。それがお名前メソッドということなんですね。はい、お名前メソッドと言います。うん、まあ、いわゆるあれですか、姓名判断ですか。ブブー。あれ違う。お名前でね、やっぱりそういう自分自身の運命が分かるとかね、なると今姓名判断が、まあ、皆さんはすぐ思い浮かぶかと思うんですけれども、うん、姓名判断、数字が全然出てきません。あ、数字が出てこない。はい、本当にご自身のお名前だけで、うん、そうですね、音ですとか、うん、表記、うん、表記ってね何種類か実はあるんですけれども、うんうん、その並び方によって、うん、いろいろ引き寄せ方法とか出てくるという、うん、そういうワークになってます。例えば表記とかって言ったら、アルファベットとかひらがなとかそういうことですか？そう、皆さんはね、表記といって自分の名前をね、いくつの表記に書けますかって言って何個思いつくでしょうか。ここからもう、頭の柔軟性がわかるんですけれども。あ、なるほどなるほど、はい、ワークの中でそういうことをやって聞いていく中で。そうなんです。山口さんは、うん、パッと今何個思い浮かびますか？自分の名前を違う表記で書く書き方、うん、まあ、100個ぐらい、はい、100通りぐらいですか？残念です。ですね、4つです、はい、そんなないじゃないですか。いやいやいや、もう日本人が唯一自分の名前を、うん、違う表記で書く、大体皆さんも漢字、はいはい、ね、その他にひらがな、カタカナ、ローマ字といってね、うん、4つの表記の仕方があるんですよ。うん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 。これはちゃんと何て言うんですか、ちゃんとした場でも使える表記ですよね。そうですね。100個はどうかなって。いや、たくさん言った方が頭柔らかそうかなと思って。ああ、それもうぶっ飛びすぎちゃった。はい、すみません、柔らかすぎましたが。柔らかすぎました、うん。でね、その4つというのは確実に、うん、あなたには4つの世界、4つの個性が絶対あるよというね、うん、証拠でもあるんですけれども、うん、なのでいろんな表記で自分のその4つのね表記で書いてみることによって、うん、いろんな自分に出会うことができます、ただ書くだけで。なるほど。まずいろんな自分に出会っていけるということなんですね。そうなんです。ほうほうほう。なんか忘れてたね、自分、うん、もうきっとっていうか絶対に思い出します。これお名前メソッドってこれどういう人がやったらいいんですか？みんな関係あると思うんですけど、名前あるから。そうですよね、みんな名前があるからみんなやればいいのにと思うんですけれども、私らしさをちょっと忘れちゃったとか、自分の個性はどんなんなんだろうとか、うん、自分のね可能性を可視化してみたい、うんうんうん、はっきりね、うん、あとどんなルーツが持っているんだろうかとか、うん、とにかく自分に
については全部出てきますので。あ、自分について全部出てくるね。はい。なので、ね、自分自身をちょっと知りたいっていう方にはぜひぜひおすすめです。でもそれってすごい今いいなと思ったのが、らしくないよとか言われたりすることあるじゃないですか。うん。でもなんか自分らしさ、その時って自分らしさって何って思っちゃうんですよね。そうなんですよね。で、まあ、自己紹介してみろって言われるのが一番日本人って不得意と言われてます。おお、なるほど。はい。なんからしさをね、出すと受け入れてもらえないんじゃないかというね、不安思ってる方が結構日本人の気質なんですけれども、あ、そう、あるんですよ。でも、うん、無理してるとちょっとズレが生じてくるので、うん、若い頃はね、筋肉と一緒で若い頃は耐えられるんで大丈夫なんですけど、うんうん、年を重ねるごとにやっぱりそのらしさを知っている人と知らない人では、うん、成功の確率などもだいぶ変わってきますので、うん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 、自分の中で知ってるだけでもだいぶ違うので、うん、本当の自分らしさは自分のお名前から全部出てきますので。はあ、自分の名前の中に実は入ってるっていうことなんですね。はい。ああ、そっか。そう、みんなね、その自己紹介とかそのアピールそんなにしすぎたら、うん、確かに受け入れてもらえないと思うかもしれないですよね。うん、そう。ああ、その時にこう例えばいろいろ自分らしさっていうのがいっぱい出てくるわけですか。はい。でね、意外とそのお名前作文で自己紹介をすると、うん、結構スルッと受け入れてもらえます。何何、お名前作文って何ですか。お名前作文っていうのは自分のお名前をひらがなにしてもらって、はい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 、その頭文字をね、使ったなんか言葉。うんうん。何それ、ちょっとやってみようかな。なんかね、やるといいんですよ。それを、まあ。そう、よくあいうえお作文みたいな。私だと、ケイイチなんで。はい。で、なんか思いつきます。ケと言ったら。ケと言ったら健康。ああ、いいですね。健康、うん、いと言ったらいいやつ。あ、いいやつ。もう一回いが来たから、またいが来たから、1番。あ、いいいいいい。1番とか。締めの地は、地は、ちょっと恥ずかしがりや。あ、いいじゃないですか、いいじゃん、完璧。それでちょっとそれを上から読んでもらって自己紹介してもらってください。してください。自己紹介するんですか。あ、山口圭一と申します。健康に気をつけております。こう見えていいやつですよ、うん、で、こんな風に見えますけど1番が好きです。おお、出た出た。8月1日生まれなんで1っていうのは好きですね。あ、そうだそうだ、はい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 。で、ちょっと恥ずかしいやですが、よろしくお願いします。あ、お願いします。いいね、いいね、確かに。いいんですよ。お名前作文で自己紹介、自己紹介をすると、自分の本当にアピールしたい部分も言えるし、うんうんうん、ちょっとそうやって、でもちょっと恥ずかしがり屋ですみたいな、ちょっとね、受け入れてもらえそうな言葉も。なんか最後うまくまとまりましたね。まとまりましたね。素晴らしいです。なるほど。これ今とっさにやりましたけど、はい、これをいろいろとその文字から言葉を出して、で、準備しておいて。そうなんです。良さそうな流れに組めばいいんですよ。はい。あ、いいかもね。完璧なんですよ、これ。すごい。今パッと一番こう思いつく言葉を並べただけですけど。はい。一番最初に思いついたその言葉っていうのが、もう本当に自分の本心というか本音。そうね。うん、なので、うんうん、だから自己紹介しなきゃっていうのね、いろいろこうよく見せようとか、こういうふうに思われたら嫌だとか、うん、まあ、場所場所によって考えちゃうんですけれども、うんうんうん、お名前のその作文でやると結構すんなり素直に、うん、で、その後ね、意外と覚えてもらえるんですよ。覚えてもらえるね。はい。うんうんうん。で、作文読んで、という健一、山口健一ですみたいな言うと、うんうんうん、名前のイメージも伝わるし、はいはい、うん、そう、だからこれね、最高だと思ってます。あ、すごい、今スムーズだったしね。はい、ね、こう、ホワイトボード持ち歩かないといけないけどね。まあね。別に見えなくてもいいですね。見えなくてもいいんですよ、うん、見えなくても全然。これ自己紹介つかめるな。確かめると思う。で、自分も覚えられるんですよ。自分の名前の頭文字の言葉なので、うんうんうん、暗記しなくちゃいけないって思わなくても、うん、いけるんです。
面白いっすね。これをじゃあその自分と向き合いたいときはどうしたらいいんですか？自分と向き合いたいときは今度は、自分のお名前をひたすら書く、ひたすら書く、はい、自分の名前を、自分の名前を紙にひたすら書きまくるんですね。書きまくる、はい、それをお名前メソッドのワークではお名前写経と言ってるんですけれども、お名前写経、はい、まあ、写経といったそういう心を落ち着かせるとか、まあ、神につながるとかね、いろいろ効果はあるかと思うんですけど、それをお名前を代用しまして、さっき言ったいろんな表記でね、向きもいろんな向きで、とにかくもう満足、お腹がいっぱいになるまで自分の名前をただ書きまくります。はあ、これなかなかやらないですよね。ね、やらないでしょ。人の名前はよく書くんですけど。確かに。これだったらすごい本当にちょっとした時間、あの、コーヒー待ってる間レシートの裏に書くとか。いや、怖い怖い怖い、そんなの。そんなの怖くない？それで、あの、まあ、最初の頃は満足いくってお腹いっぱいになるまで書いてほしいんですけど、はいはいはい、5回ぐらいでもいいんです。5回。はい、書くとどうなるかっていうと、あの、自分の思考が整うんですね。へえ、整理されるので、まあ、ちょっといろんな、あとモヤモヤとかそういうものも全部デトックスしていくので、心のクレンジングにもなります。すっきりする。すっきりします。はあ、そんなの。で、今ね、あの、こうやって見て、じゃあちょっとやってみようかなみたいな、いらっしゃると思うんですけど。はいはい、やってやって。ご視聴の方、あの、ちょっとやってみてください。ぜひぜひ、あの、ルールとしては、ただ一つ、自分の名前を書く、ただそれだけです。自分の名前をただ書いて、で、いろんな表記で書いた方がいいでしたっけ？はい。で、あの、フルネームですか、下の名前だけですかとか、あの、質問が多いんですけれども、自由にどうぞっていう感じ。ご自由に。ご自由に。こう筆が動くままに書いていただいて、で、これからやろうかなと思う方、ちょっと一回ここで一旦止めていただいて、書き終わってからまたスタートボタンを押してほしいんですけど。あ、一回止めて、書いといて、もう一回スタートボタンを押していただくと、ちょっとなんかミニセミナーになりましたね。じゃあ皆さん、今からちょっとじゃあ5分ぐらいで書いてみましょうかみたいな。5分もいらない、5秒でいいから。5秒でいいの？5秒でいいの？なるほど、まあそうかもね。で、じゃあなんかどのぐらい書けたかなっていうその数、その数は今不安に思っている数とか、ちょっと解消したいなって実は思っている数と同じです。あの、小さいことから大きなことまで。なので自分がどれだけ今ちょっと不安の量持ってるのかなっていうのを確認することもできます。あ、じゃあその名前の数とかはその自分に対して何らかのサインっていうことなんですね。そうなんです。お、その他にもね、向きとか縦書きなのか横書きなのかとかね、どんな表記が一番多いのかなんかで、あの、深層心理、自分も知らない自分の野望が見えたりするんですけど、そちらはぜひね、ワークで一緒に楽しめたらいいなと思ってます。なんかさっき普通にそのなんだっけ、お名前作文、はい、やったんですけど、はい、それだけでも、いや、こう見えてっていうことは自分では意外なワードが出てきてたんですよね。そうなんですよね。だから、でも名前にから出てくる言葉というのは、自分自身の中にあるやつなので、絶対に、その素材で出来上がってるのが圭一であるっていう。なんかあれだね、でも自分の名前書いたりとか言ったりするっていうのは結構なんか恥ずかしかったりしますね。あのね、書くのは意外と恥ずかしくないんですよ、誰にも見られないから。で、ワークの中にやっぱりこう呼ぶというワークがあるんですけど。あ、呼ぶワークもある。はい、自分の名前を自分で呼ぶ。あ、自分で言う。はい、これはお名前メソッドではお名前のりとと言ってるんですけど。あ、ノリと、今度はノリとだ、はい、自分自身をこう喜ばせる言葉は自分の名前だよということで。おそれ面白いですね。そうなんですよ、これね、名前ね、呼ぶだけでオキシトシンが出るというのはですね、もうあの、科学で証明されてますので。科学的に証明されている。はい。で、他の方を呼んであげることももちろんいいんですけど、自分自身で自分の名前を呼ぶというのが一番ミソでして。あ、ここポイントですね。自分で言うってこと。はい。で、声に出してね。そう、成功者の方たちも、はい、結構言ってまして、自分の名前を自分で言う、その旋律が、
一番自分にとって心地よくこうエネルギーを動かしてくれると。へえ、はい、他の人ではどうにもしてあげられないことっていっぱいあるじゃないですか。うんうん、悩み事とかね。そういうこともその自分の名前で、うん、自分の声で呼ぶことによって解消される、うんうん、で確かに自分の名前を自分で言うのって大人になるとないので。ないっすね、はい、特に男性はほぼほぼないので、うん、ないっすね。絶対ないっすね。そう、呼ばれることも少なくなってくるので。うん、ない。だから男性の方はね、結構ストレス抱えてるんですよ。あ、ストレスにつながってきた。そうなんですよ。だからね、女性人たちはね、あの男性人を可愛がってあげていただきたいと思うんですけども。ほう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 。そうなんです、ストレスになるんです。ストレスも解消するほどのそのオキシトシンっていろんな愛情ホルモンで、心を、ね、緩めてくれたり筋肉を緩めるという、ね、行動もありますので。うんうんうん。で、恥ずかしかったら、うん、別に大きい声で呼ばなくていいので、うん、小さい声で最後あミリーおやすみとか。あ、そういう感じでも。朝はミリーおはようとか、そんな感じでやっていただくと抜群にいいです。あー、そっか。なんならこそっとでもいいから。そう、こそっとでもいいから、あの痛いって思った時、怪我してね、私やったんですけど、もうどうしてもどうしても痛みが取れなくって。うんうんうん。で、名前をつけてミリー、痛くない、ミリー大丈夫、ミリー大丈夫って言うと、うん、本当に、うん、あの和らぐ、心が和らぐので。うんうんうん。キューってなっている筋肉とかもほどけていて、うん、痛みもちょっとね少なくなりました。あ、いや、なんかね、聞いたことよく聞くのが、なんかできるできるって言ったらすごいなんかできるようになるみたいなこと聞いたことあるんだけど、うん、それにその名前も言ってあげるとさらにってことなんですね。そうなんです。へえ。だから自分の名前を言えば言うほど多分ね、自信も上がってくると思います。ああ、なるほど。じゃあなんかできるぞできるぞっていうよりかは、圭一お前はできるやつなんだみたいな、全然いいと思う、もう方がいいってことな。はい、それやってみたいです。できますね、それは。それはね、本当に簡単でしょ。うん、だって結構そういう場面って多いですもんね。例えばこう営業やってた時も、やっぱこう今からちょっと大きめの商談だから頑張らないとみたいな時があって、うん、行くぞ、これからよし行くぞみたいな、こうね、心に言い聞かせることはあったんですけど、圭一、うん、行くぞみたいに名前も言って行くと、うん、そうなんですよ。なんかね、瞬発力はあるんです、その方が。ああ、瞬発力、ピリできるってなれる。ああ、なるほど。で、自分という相棒を連れてっていう気になるので。あ、そうね、なんとかなるだろうっていう風になるんですよね。なんかあんま一人じゃ、自分なんだけど一人じゃないから。そう。いや、今確かにそれは感じた。そうなんですよ。あ、もう最高のバディなので。本当ね。はい。これご視聴の方、これなんかこれからやらなきゃっていう時、あの試験とかでも何でもいいですか、ね、そう。言ってみ、これすごく受験生とかね、おうおう、やったらいいですよ。テストの前とか。テストの前とか。 うちもあの3人娘いるんですけど、おうおう、あのふざけてやってみっていうことで、もうちょっと長いスパンをそれでちょっとやらせてみたんですね。やったんだ。おうおうおう。もちろん個々の努力もあり、うんうん、皆さんの、ね、ご支援もありなんですけれども、頑張って、うんうん、ちゃんと希望の学部大学にも入れましたし。わー、よかった。はい、次女も行きたかった高校に入れたりとか、三女、うん、も行きたかったその私立の中学校に入れたりとか。おー、はい、で本当にそれで自分にね、多分自信がつくんですね。あー、そうで、その後の活動とかも呪文のようにこっそりやってます。あ、自分に自信ね、それも大事だよね。大事ですよ。だから自信をつけさせてあげたかったら、うん、その方の名前を呼んであげるっていうのもあります。うん、あ、その人に呼んであげる、その人の名前、じゃあ圭一できるよとか、おうおう、圭一頑張れよ、頑張れるよとか、おう、言ってあげる、名前をつけてあげる、おうおうおう、と全然素晴らしい結果が生まれます。はあ、なるほど、分かった。だからだよ、みんな自信がない人が多かったりとか、自分のことよく分かってないっていうのは、やっぱ名前ちゃんと、名前大事にしてないから。
そうなんですよ。あの日本の、ね、会話のシステムというかその並びが主語が抜けるので抜けるそう、どうしてもなんですよ、うん、だからそこが抜けることによってみんな一律慣れたりはするんですけど、うん、そこを気づいちゃってる人たちはもうやってるんですね俺なんかいやたまにお仕事できるバリバリの感じの人にこう名前呼ばれてることはありますわ、はい、確かに。ほんでなんか外国意識してんのかな、外国かぶれみたいなこと思っちゃった時あるんですけど、そうじゃないんだ。違うんですよ。分かってんだ。そう、分かってやってらっしゃる方もいるし、もう無意識でその成功方程式をね身についてる方もいらっしゃるんですけど、うん、あの名前を呼ぶということは君にお願いしていると、うん、君を見ている、君を認めているということになるので、うん、あの呼ばれてる方もハッとするし責任感もね、うん、持ち始めたりとかするので、これコミュニケーションにもすごい使えますので、お名前を呼んであげる、呼んであげる。下の名前がいい、下の名前がね非常にいいんですけれども、わーちょっとハードル高いな。そうなんですよ、非常にいいんで、これね女性はすごくやりやすいんですよ。で、まあいろんなね条件があると思うので、その日本の会社で、うん、あまり、うん、あのケイチとか、うんうん、ちょっとねあれなんで、やっぱり山口さんとか山口くんとか、うんうん、でもないよりマシです。ああ、うん、そうね、ちょっとそれ取って、ね、ちょっとそれやっといてより、うん、山口さんそれやっといて、山口さんそれ取って、うんうんうん、の方が、うん、当たりも強くないしね。そうね、あだいたいほんと主語抜けるわ。あちょっとごめんそれお願いとかそんな感じだね。で人ってね疲れてるとやっぱりトゲトゲしてるので、うん、え誰に言ってんのとか、誰私じゃないよねとかおめえしかいねえのに、そういう時はあるよね。この空間に俺とお前しかいないけど違うよねみたいな。ああでもね名前を言われるとなんかやってあげたくなるんですよ。あそれはなんか必要とされてるんだなっていうね承認欲求がね満たされるんですね。ちょっと待った、そっか、だから名前ってついてんだね。そうなんです、もう認めてほしいし。だから今日すごい発見だな。なんかだから日本人の方たちがいじけやすいのは、うん、名前をあまり呼ばれてないから、うん、承認欲求というものがね、あまり満たされてないんですよ。あそこをね、満たされるともう幸福感も溢れ出るし、引き寄せ、開運なんて何もしなくても実はできる。なんか、だんだん分かってきました。よかった。そもそも名前があるんだから、名前使わなきゃ。そうですよ。うん、言わなきゃね。使ったって使ったって減らないしね。減らない減らない。増えるんですよ、逆にエネルギーは。ああ、そっか。うん。多分日本人の皆さんの名前はもう化石化してますよ。そうね。もう埃かぶっちゃっても何だったっけ、自分の名前何だったっけみたいな。本当に、でも多いですよ。声に出してみると、あ、こんな名前だったっけみたいなね。なるほど。たくさんいますよ。わ、なんかすごい分かって、ちょっとみんな名前呼んだり、名前呼んであげたり、うん、自分の名前と向き合ったり。そう。だけど、うん。やってみてください、ぜひ、うん、もうするだけで自分の誇りが全部取れる。さっきね、本当に山口さんすごいいいことね、言ってくださって、ちょっと圭一でよろしく。圭一、すごくいいお本当に自分の誇りが取れて、あの視界がクリアになるので、うんうん、あとは何かっていうのが本当によく見えてくると思う。うん、いや、いいわ、これすぐできるし。こんなこと教えてもらっちゃった今日ね。ぜひ見てる、うん、やってみてください。ぜひやってみてください。結構今オンラインで、コロナでオンラインでセッションとかすごい申し込みが増えてるっていうことで。はい、そうなんです。今やった内容のワークですとか、そういうのをみんなでやって、みんなで名前を呼び合いっこして、うんうんうん、あ、いいね、それだけでね、自分自身のなんか新しい発見が皆さん出ていまして、うんうん、楽しくやってます。あ、それでまたこう面識のない方同士でお名前呼んだりとかしたらどうなの、呼ばれたり呼んだりねしたらどうなのかとか、うん、面白そうですね。すごいすごいことがやっぱり起こっていまして、うんうん、この間も開催したんですけれども、この間はね、名前を3分類するというトレーニングをやったんですけど、はいはいはい、
それやった後すぐですね、臨時収入が入ったとか、すぐなんですよ、それが。怖いぐらいで。なんか欲しかった掃除機変えたとか、あとですね、なんかその名前からね、やっぱりどんな仕事に向いてるかとかも出るので、その仕事を始めることにしますなど。へえ、すごい変化。すごい変、すぐ変化。お本来の自分。待ってくれないぐらいすぐ変化。お自分の未来というか、本来の自分。そうです、そうです。本来の自分のこの未来のね、姿を一回自分で確認できると。なるほど。早いんですよね。早いね。設定ができる、未来の設定がポチッとできるので、あ、できるので。そこに向かっていけば、いいのかって分かれば、みんな実は早いんですよ。早いっすね。うん。お、いいね。皆さん、下にリンク貼っときますので、ブログとかも、読み応えあるブログとか、はい、SNS もありますので、ぜひぜひ。ぜひチェックしてください。はい。いや、今日どうもありがとうございます。めっちゃ。ありがとうございました。なんか得しちゃったな、これ。ほんと。よかった。もう、有料級の話聞いちゃいましたので、ぜひやってみてください。はい。はい、ありがとうございます。星名ミリーさん、ね。チャンネル登録よろしく。高評価ボタンも押してくださいね。